で半年後に気がついたら、はい、手遅れなんてこともあるんですね。この腎硬化症っていうのは実は血液検査でまず今分かります。 MRI 使ったって分かります。腎臓を悪くする要素はこんなにあった。なぜ腎臓を良くしておかないとやばいかというと、病気はもちろんのこと、太りやすくなったり疲れやすくなったり、結果的に自分の健康や美の質を低下させてしまう可能性があるからです。この動画を最後まで見てもらうと、将来の美や健康に対する不安が圧倒的に減ってきます。最近だるい、眠い、疲れやすい、太りやすい、痩せにくい、エステやリラクゼーションサロンに行こうかな、やめようかなって悩んでる方、概要欄にユリシードの URL がありますので、そこから私の施術を予約してご相談に来てください。私は腎臓を患って体重が40キロも増えました。その後腎臓を改善し、自然に20キロ痩せることができました。現在は送信の専門家としてたくさんの論文を執筆しています。ですから皆さんの気持ちはすごくよくわかります。専門家の立場で解決することができますので、綺麗に痩せたい方はぜひチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。では腎臓を悪くする要素はどのくらいあるかっていうと、ブワーッと書いてみました。まず腎臓が悪くなると困ることがあります。むくみ、便秘、冷え性、肩、首こり、吹き出物、アトピー性皮膚炎、肌荒れ、目のクマ、太り出した、痩せにくい、起床時の低血圧、頻尿など、腎臓が悪くなるとこんなに困ることがいっぱいあります。もしかしたら一つ一つの原因は違う原因もあるんですよ。必ずしも腎臓が全てじゃありません。でもこんだけ上げた時に、やばい、私結構あるっていう人たちは本当に腎臓が原因かもしれないので、ここを少しケアした方がいいと思います。一つや二つの人は気にすることありません。でもこの中で三つ引っかかる人、これはちょっと考えてみましょう。五つ引っかかるような人がいたら、まあ間違いなく腎臓は要素の一つだと思ってもらって間違いないと思います。注意、血液検査だけでは判断しづらい。腎臓の機能障害を知るためには、血液検査では主にクレアチニンや EGFR という数字を見て調べます。クレアチニンは筋肉から発生する老廃物の量だと思ってください。男性と女性によって筋肉の量が違ったりしますから、多少基準値が変わって男性の方が少し高めに設定されています。 EGFR は男性女性に関わらず 60% っていうのを一つの基準にしてますが、まあ、これはお年を召していけばだん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 その腎臓能力が下がっていきますので、高齢の方だと7人6人とか8人7人とかっていう確率でもう腎臓は基準値を下回ってまいります。ですので若いうちに EGFR が低いっていうのはちょっと問題があると思うんだけど、でもクレアチニンなんかはそうだけど、マッチョマンだったらもっと数字が自然高くなっちゃったりとかするし、なかなかねそれだけじゃわからないんです。でこういうことで血液検査だけで判断しづらいんですね。糖尿病性腎症や糸球体腎症には有効な方法なんですが、これなんでこれが有効なのがいいかっていうと、糖尿病性腎症や糸球体腎症っていうのは実はこれひどくなってくるとね、透析しなきゃいけない。もちろん死に関わるだけど、それを調べるためのものである。でも私たちが太るのかな、痩せるのかなとかって言ってる時はこんなものではなくて、もっと簡単なやつっていうか精度が低いってバカにされちゃうんだけど、でも1330万人ぐらいいるかもしれないって言われて、もっといるって言われてて、そのもっといるは実はこの腎硬化症の人だって言われて、この腎硬化症っていうのは実は血液検査でまず今わかりません。でじゃあエコーで調べて硬くなったかってわかんないでしょ。ずっと見てる人がちょっと小さくなったかなって言ったらわかるし、じいさんばあさんぐらいになると確かに小さくなってくるのでわかるんだけど、若い人たちの腎臓をこうやってエコーで見たからといって、あなた腎硬化症ですねなんて絶対わかんない。 MRI 使ったってわかりませんでぐらいのものなんで、要は本当に見つけづらいんです。で半年後に気がついたら、はい手遅れなんてこともあるんですね。だから今から自分がこの症状を自覚が多少あるんならば、あちょっと私気をつけようって言ってケアすることが大切だということです。早期のケアで寛解することも可能だと言われている腎臓ですが、実はこの早期のケアで寛解って言っても薬じゃないんですよ。腎臓を治す薬っていうのは世の中に存在しないんです。ですので早期のケアで寛解するためにはいろんなことをしなきゃいけない。じゃあどうするかっていうと、この悪くなる要素をまずやらないっていうことが大事なケアの一つです。年齢、まあ、これ年齢はね皆さん年取りますからね、これケアしろってなかなか難しいですけど、糸球体能力低下、 GFR 値の低下で高齢者ほど腎臓悪くなるっていうので、じゃあ皆さん年齢に気をつけましょうってわけにいきません。ただね、まあ年齢の時にこの糸球体能力低下、 GFR 値の低下っていうのはあるっていうのを覚えておいていただくと、実はどれだけ腎臓の糸球体というものがちゃんと動いてるかっていうことを見るための数字なので、例えば簡単に言うとお水を飲んでもらったりするのはいいと思います。
1日だいたい 1.5 リットルから2リットルを目安として飲んでください。ただしガブ飲みは禁止です。今日は私全然飲めてないからちょっとこれで一気にいくかって、それ絶対ダメですから、少しずつ飲んでください。まあ1回で飲む量は最大でもまあ500ミリリットルぐらいまでにしといた方がいいと思います。で、寝る前にやっぱり200から300ぐらいの水飲んで、夜中トイレ行くことになるんですけど、入れて出ることになるので、とってもいいことなので、あまり体重気にしないで、まず入れて出すっていうことがすごく大事だと思ってください。これで年齢による低下を抑えることができるかもしれないと言われています。もう一つ、食事、酸化防止剤、pH 調整剤を避けるということなんです。これは無機リンというのが入っています。これによって腎臓を悪化させます。無機リンというのが入っていると、例えば意外なんだけど牛乳とね、相性めちゃ悪なの。このね、牛乳に関してはリン酸カルシウムっていうのを作り出しちゃうんで、牛乳に入ってるリンとそれからカルシウムが、骨の中のカルシウムがくっついちゃって、リン酸カルシウムを作っちゃうから NG っていう論文が、ね、非常に多くなってます。でね、これをやると骨粗鬆症になりやすくなっちゃったとか、それからあとはこのリン酸カルシウムのせいで毛細血管を詰まらせてしまって冷え症につながったりとかね、ということが起きたりしてますので、皆さんこの酸化防止剤、pH 調整剤だけじゃなくて牛乳もちょっとね気をつけてください。じゃあ牛乳以外なんかあるのかって言って、あ、私あの豆乳飲んでますって人とかいるんですけど、やっぱそれも後ろ見てください。やっぱり酸化防止剤、pH 調整剤入ってるの多いんですよ。ですので、まあ極端なこと言ったら、マグネシウム、にがりを入れたら豆腐になっちゃうやつとか、それからあとは夏場なんかで外にポッと置いてたら1時間もしたうちに腐っちゃったとかっていうのは、これ本物です。だからお豆腐屋さんでね、今その場で飲んでください、持ち帰り禁止ですなんていうような豆乳はものすごくいいんだけどね。だけどそういうのじゃないあの豆乳は、豆乳だからいいっていうわけじゃありません。他にもオーツミルクとか、そういうココナッツミルクとかもありますから、どれがいいとか悪いとかっていうのは僕一つずつこういうの大変なので、ちょっとこの辺のところ見ていただいてね、チェックしてもらっていいと思います。それからあとは生活リズムね、睡眠不足、湯船に入らない、水分不足、ストレスってこうあるんだけど、なんで睡眠不足はダメなのかっていうと、脳が異常が起こすと内臓機能をちゃんと動かそうっていうコントロールが脳の中でできてるの、無意識のうち。だけどそれが睡眠不足でもおかしくなっちゃう。だから例えばだけど、僕らの年齢ぐらいになると、ちょっとその睡眠不足が過ぎるととか、ストレスが過ぎると不整脈を起こしちゃう、そういうことが起きたりします。もちろんその不整脈の理由っていろいろあるんだけれども、要するにそういったものも原因の一つだよということになります。水分不足でもさっきも言ったけど腎臓を悪くします。それから湯船に入らない、これどういうこと、私いつもシャワーですって人いるんだけど、これシャワーにすればいいってもん、シャワーと湯船だと絶対湯船の方がいい、10分入ってほしいとか言うんだけど、熱くする必要ありません。もうはぁーって、こういうリラックスして10分入ってほしいなって感じね。そうすると血流が良くなる、血流が悪いとリンパが悪くなる。つまりリンパドレナージとかってリンパマッサージとかでやってるところで、はいって言っていきなりわってやってることは本当はね、あれは嘘。あのどこ行ってもスパで一回入って血流を良くしてからリンパを流すっていうのが、それが正解。フランスとか行ってちゃんとしたリンパマッサージの国家資格持ってる人とかだったら、みんなそういうことやってます。でホルモンとか内臓機能の異常に関しても、これも睡眠不足だったりストレスだったりもするんだけど、やっぱりこういう睡眠不足に入ってふわーっていうのも、この辺のね、あのストレス解消にもつながりますから、意外と一つ一つがちょっとずつつながってるので、皆さんこれをねしっかり覚えておいてほしいのね。で最後に薬やサプリメントっていうところなんだけど、これね、常用してる薬やサプリメント、だって頭痛薬いつも飲んでますっていう人いるんだけど、これね、頭痛薬を飲むっていう行為そのもの治療じゃないってことを覚えてほしいので、病院に行っても全然治してくれません。確かにそう、あれは対処療法です。対処療法に関してはあまりいいことないので、根本治療をしましょう。その中の頭痛なら頭痛の場合はですけども、頭蓋骨をちゃんと調整してみたりとか、脳脊髄液の管理リズムを整えたりとかして脳圧を下げたりとかっていうことができるので、びっくりするが頭痛が楽になります。うちのところで頭蓋骨の精密調整というメニューがあるんですが、これをね1ヶ月に1回やって、だいたい3回から6回ぐらいで、ほぼ毎日頭痛薬飲んでる人がだいたい1ヶ月に0回から3回以内で済みます。ただしやっぱり頭痛がするんだよねとか、ある日突然僕が触ってみておかしいなと思って、ちょっと写真撮っておいでって MRI 撮らせるようなことをするんですが、3人に1人ぐらいは腫瘍が見つかって緊急手術なんてことも実際にあります。ですのでちょっと自分が心配だなと思ったら、必ずまあそれなりのところで調べてもらうなり、まあ私のもの来てるところに来てもらうのが一番いいと思います。つまり自己判断は最悪です。薬やサプリメントを飲んでもらうときに、その睡眠不足、これはもうペケ3つつけてますけど、ちょっと飲んで、えっ、はい、寝よってやってるとね、そのものすごい腎臓に負担かかるの。これはどの薬でもどのサプリメントでも一緒ですからね。とにかくサプリメントや薬を飲むときは多めの水で飲むこと。私どものところで推奨している腎臓ケアに使っているプレミアムイヌトーキン、
日本成人病予防協会の推奨品でもありますし、腎臓やプレミアム糖器のデータを、日本未病学会で発表したりとかしてますけれども、皆さんにお願いしている飲み方としては、やっぱり12錠から15錠1回で飲んでもらうときに250から300ミリリットル使って飲んでくださいってお願いをしています。ちょっと多めだと思いますけども、最終的にはそういうお水も含めて 1.5 リットルから2リットルぐらい、この中にはコーヒーとスープとアルコールはカウントしないというルールでね、やっていただいて、もし何とか治療したいんだ、何とかしたいんだっていう方がいらっしゃれば、もちろんうちに来ていただくのが一番なんですけども、プレミアムの時は飲んでもらってプールウォーキングをしてみてください。だいたい1日40分、そして1週間で2回からできたら3回行っていただきたいんだけど、2ヶ月ぐらい行くと、もうこれとこれだけでおおよそ体はすごく楽になります。あんまり個人差がありますからね、あんまり絶対大丈夫とは言えないんですけども、でもうちのお客様のデータを見る限りでは、痩せたい人、健康になりたい人、みんなこの2つはね、大体やってます。ですので、よかったら参考にしてください。これからもこのチャンネルでは健康や美について追求し、ダイエットや腎臓のことなども触れながら、皆さんに有用な情報を提供してまいりたいと思います。答えてほしい質問や感想はコメントしてください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。